県によりますと、県内外には昨日時点で286カ所で避難所が設置されていて、4600人余りが今も避難生活を続けています。元日の地震から4ヶ月となる中、今の状況を確認しようと、長谷知事は今日、金沢市や野々市市の避難所を訪問。このうち、ぬかだにふれあい体育館では、輪島からの避難者が長谷知事に対し、水道の復旧について、住宅内の配管が壊れていて、自宅で生活できるのかなど不安を語っていました。地元の配管業者、水道業者、足りません。足りないんだったら他の市町から来ていただくしかありません。他から来たらかかり増し経費が必要です。県でここをかかり増し経費の分をなんか負担軽減してあげられないかと。珠洲市や輪島市、能登町では通水エリアが拡大しているものの、依然3700戸余りで断水が続いています。